俺、ツイッターで、ちょっとなんか、いっぱいリスがついたツイートがあって、スマブラ勢のこと話をしたときに、エボジャパンで話したときに、まだ勝ってるって聞いたんですよ。そしたら、いや、一回負けちゃって、今、裏ですって言われたんですよ。はいはいはい。見た見た、そのツイート。裏ですって言って、スマブラ勢しか言わないと思うんですよ。ルーザーズってこと？ルーザーズのこと、ルーザーズのことを、スマブラ勢は裏です、うん、裏、裏走ってるっていうんですけど、それを本物のスマブラ勢から聞けて、すげえ嬉しかったっていう話をツイートしたら、それを聞いて、スマブラ勢の人たちが、裏っていうのスマブラだけなんだって言って、結構知らないよ。ああ、なるほど。そのツイートがリツイートされたりとかしたんですけど、まあ、これが前段としてあって、俺、すげえスラングとか、ジャーゴンみたいな好きなんですよ。はいはいはい。業界用語みたいな。はいはいはい。で、なんか、皆さん、いろんな業界の人がいらっしゃると思うんで、その、専門用語というか、スラングがあれば教えてほしいな。ああ。一番、これはなんか、なんかの時の話もしたんですけど、まあ、リーサルっていう言葉が、リーサルね。格ゲーではもうかなりなかったけど、一般的になった。カードゲームだって言いますよね。そうそうそう。なんか、ファースト6になってる、そういうのあんのかな。新しい用語？新しい用語出てきてないですか？スト6で？スト6で使う。なさそうだけどね。ないか。新しいのないんじゃないかな。その、スト6専門の、例えば、バーンアウトとか、ね、あれだけど。うん。そういうことじゃないですか、もちろん。ねえ。うん。でも、バーンアウトは、ちょいちょい使われ始めるよね、日常的に。うん、逆に、だから、その、格ゲーの用語がストリーマーさんとかに波及して、なんか使われてるのが結構あるかもな、とは思う。でも、なんか、俺、現場で、その、若い子とかがミスったときに、安い安いって言ったら、何にも通じなくて、その、ちょっと勘ぐられちゃって、その、自分たちは、その、もらってるギャラが安いから、変な盛り込み済みなんだよ、みたいな、河村隆さんなりの嫌味なんじゃないか。日頃の行いですね。確かに。だから、むちゃくちゃ、すごいひどいことを言われてるんじゃないか、みたいな。安いから当然ですよね。いや、安いっつって。みぞさん、そういうとこあるからな。確かに、でもそれ言われたら、その、通るなと思っちゃう。いっぱいした若手に対して、あ、全然安い安いっつって。確かに。だから安いからしょうがないよみたいな。格ゲー用語っすよね、それね、多分。僕も、あらずとか使うようになりましたもんね。格ゲーはたちが使わないから。あらずおらず。あらず。あらずおらず。だからまあ、日常に侵食してる格ゲー用語です。開幕はじゃあとりあえずビールでみたいな。確かに。開幕も使った。やっぱ変な空気になりましたもん。一緒か。ピオルとかで結構前から、あ、そう、今、なんか、なんだろう。夜もか。どうかなっていうとこですか。大抜き用語とか結構浸透し始めてないんですか。例えば。ヘイとか。いや、アイとか。いや、全然その、浸透とかそういうんじゃないでしょ、あれは。そう。ケイって通じんのかな。ケイは通じないでしょ。って通じる。マジで狭い範囲にしか通じねえの。ケイってなんだろう。何々まであるっていうのはこれ別に格ゲー用語じゃないですか。いや、あ、でも格ゲー用語だと思う。違う。格ゲーの。あ、俺結構じゃあその麻雀から流れてきた格ゲー用語も結構知ってます。何々まであるは麻雀用語。ああ、そうかも。ちなみに、多分ですけど、最初にそれが出てきたのは、ペンです。ペン。ああ。羽漫まである。そう、漫画まであるとか、羽漫まであるとか。はい。ああ。そう。だから、福本信之が格ゲー用語の。なるほど、なるほどね。もう作ってるところもある。いや、そう。いや、そう、そうなんです。作ってるまである。そう、そう、そう。本当にそう。なるほど。だから、最後。最初だから格ゲー界隈にその何々まであるっていう、言葉なかったんですよ。で、いつからかというか、ゲーセンと雀荘とパチンコっていうのは人種が結構に似通ってるんで、用語はね、混ざり始めるんですよ。
そう。なんで、麻雀やってる奴らの言葉が、そのゲーセンの方で、まあこれ使えるな、みたいな感じになってて、っていうので、でもスタートは雀荘だったよね、みたいな。何々まであるは麻雀です。麻雀から来てます。コミュニティと行ったり来たりしてる。そう、行ったり来たりしてるから混ざるっていう。面白いのは、それ思いました、僕も。なんかこれもなんかその若手が間違った時に俺が使ったんですけど、うん、ワンチャンお前わざとまであるだろうって言ったら、パニックになったんだ。言ってるか分かんない。何言ってるか分かんない。ワンチャンお前わざとまである。ワンチャンそれわざとまである。わざとまであるだ。だって完全にパニックになってました。言葉かけてるじゃないですか。ワンチャンとまであるがどっちも使っちゃってるから。そう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 。うん、だってワンチャンは。そっか。2個入っちゃってるから。いやでも格ゲー界隈って格ゲースラングの塊だよ。まあそう。スラングなしで話せないなと思う。だからもうなんか俺たちワンチャンって使うときさ、チャンスじゃないときも使うじゃん。そう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 。無理だわーっっ。ワンチャン無理だっつって。ワンチャンってあの麻雀用語なの知ってます？俺もワンチャン、マージャンなんだ。あ、マージャンです。めちゃくちゃマージャンです。あ、てかその、ワンチャンスっていう言葉があって、ワンチャンスっていう言葉があって、そっから、うん、なんかその、ジャンソーにいる人たちっていうのは、なんかワンチャン何々みたいなのを使い始めて、でそれもだから最初、格ゲー界隈だとワンチャンって言葉なかったんですけど、混ざりましたね。うん、で、格ゲーマンもワンチャンって言葉を使うようになる。あのね、しかもそれが、あの、大学生の流行語とかの、なってる、そう、ノミネートされてましたよ。ワンチャン最近だよ。最近ここ何年かの話だ。そうそうですね。それも、その、ゲームなり、マージャンなりっていうのと、その、多分配信者の文化が。うん、くっついてますよね。ワンチャンあるっていうのは、なんかでも確かに、語呂っていうか、言いやすい、ワンチャンある。多分ね、含みがあるから使いやすいんですよ。いや、ワンチャンありそうなんだよなっていう、そのワンチャンがどういう意味なのかっていうのがちょっとこう想像する余地があるから、結構なんか使われやすいのかなって、はっきり言わなくていいっていう。俺、だからさっきさ、その、格ゲーになんか取り込まれた言葉スト6であるって話したけどさ、多分そうじゃなくて、今のフェーズって、格ゲーあのスト6がちょっとブームになってて、その格ゲーの用語が外に広がってる状況なのかなって。格ゲー用語ってなんか広がってる？いやでもぶっ放すとかバラすとかっていうのを話し話って他で使われてる？多分、ね、今言えばニュアンス伝わると思います。多分伝わると思う。多分1年前は伝わらなかった人たちに多分あのぶっ放しとか前捨てとか伝わるんじゃないかなって。これ登録で初めて聞いたのはあの用語とかじゃなくてあの概念としてあの時は JP の近距離が遠距離が強い代わりに近距離が強いみたいな、うん、あの概念はストロークで始めた、うん、概念っていうか、まあ、概念じゃ使えないじゃないですかあまりにピンポイントすぎる あの言葉、うん、でもあの言い回しってもうなんか多分格ゲーその JP 飛び越えて格ゲーマーたちはみんな割と使ってるんだよね、うん、前捨てとかって結構浸透してませんあ前さあね、いやゲームだけじゃないですか格ゲーだけじゃないですか。ああそう前捨ては俺日常で聞いたことないですけどね。いやあのなんで有名な人に前捨てするとか。そうそうそう言わないでしょ。いや配信者とか見てるとでも結構なんか、うん、いやまあ配信者はだってまあ言ったら、うん、まあそっからだから、うん、そのなんだ若い子とかに広がってることあり得るわけ。ありうよね前捨てが。うんそうだね、この間なんかその若いそのアイドル系の子がぐいぐい来る子に、すげえ前捨てするねって言ったら、そんなんじゃないですよって言ってたから理解してると思うじゃないですか。いやいや、ニュアンスじゃないですか。前っていう言葉でなんか、前のめりみたいななんかそういう。通じちゃっただけか。そう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 。通じんのかな。前捨てだろう。ニュアンスで通じた時もあるのか。ニュアンス、いやそうです、ニュアンスですね。だからガーフがギリギリニュアンスで通じない可能性があります、ね、ガーフはわかんないですよね。ガーフね。通じない。ガーフ、あ、そうか、通じないか。バックステも通じないかな。バックステも通じないね。いやバックステは通じるでしょ、ニュアンスで。おい、そこバック。画面端は通じた。いや、それはそうまあ、まあ、なんとなくね。いや、それだって通じますよ。例えばですけど、じゃあ、その前捨てが、あの昔のゲームって、その、昔のゲームっていうか、カプエスとかってランってのがあったんですよ。ステップの代わりにラン、走るんですよ。ステップじゃなくてランなんですよね。例えばそれ、ミッチさんが、超走ってくんじゃんみたいな言ったら、だから伝えそうじゃないですか。その前捨てしてきた人に対して、走るねみたいな言ったら、あ、なんだろうそれって思いながらもうなんか意味わかるじゃないですか。超走ってくんねみたいな。
言ったらなんか、ああ、でもなんか、積極的ってことかな、みたいな。そうですね。そう、攻めてくるってことかな、みたいな。そうですね、でも、その走るのは、スマブラ勢は、ルーラゾースで勝ち上がっていくと走る。へぇ、格ゲーはあれだよね、泳ぐだよね、泳ぐだよね。そう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 、あ違うね、確かに、うん、プールだからね、プールだからね、でもその画面端の時は、いやすげえ何度も何度も失敗した子に半笑いで俺がお前今画面端だぞって言ったら、うん、本当に震えててそれはだからね、言葉の種類の問題じゃないの。あとがないっていうことが伝わる。後で聞いたら、そう、崖っぷちよりも怖い状況を画面端で言うって。あ、なるほどね。まあ、まあ、まあ、崖っぷちよりも、この人が半笑いで画面端で言うってことは、本当にいい感じの状況なんだよね。まあ怖いっすよ、なんか濁点2個あるしね、ちょっと怖いっすよ。画面端で。画面端。画面端。なんか怖そうみたいな。ね、俺ファイティング流行ってほしいな、ファイティング、ファイティングっつって。引っ張るね。ファイティング、ファイティング、ファイティング引っ張るね。まだ、まだあの、死んだ人を思ってそうやって。全然わかんないけど、ファイティング。マージャンで、その、無筋を通すっていうことは、すごく勇気がいることなんですよ。だから、無筋って何ですか？書いてきた。そっから、そっからだよ。いや、ストリ、スト6に例えて言うと、はい、お願いします。これならわかります。まあ、勝利打つみたいな感じですかね。無敵じゃない勝利打つ。いや、無敵です。OD 勝利を打つとかって、だっていいと思います。まあ、なんとなくですけど。はい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 。じゃあ、危ないってないけど、これ通したらっていう。まあ、そうっす。ちょうど、私はその、やっぱりその、OD 勝利打つときに、R さんの声で、ファイティーン、ファイティーン、R さんの声で、ファイティーンっていうのが欲しいなっていう。すいません。いや、なんか、いや、じゃあ、話題提供の時すげえ良かったのにな。なんか、これ、この話ってあれなんですよ。俺が、昔、歌舞伎町の、雀荘行ってたときに、まあ、そういう中国人がいたって話で、うん、でなんかみんなからそういうことね。そうただそんだけの話で、いやでなんかその人がすごいなんかみんなから長さん長さんとかって言われて慕われてて、でなんで慕われてるかっつったら、うん、めちゃくちゃ弱いからなんだけど、そうそうそうでかもなんだけど、でその人がなんか手入ってんだか入ってないんだか、まあ多分入ってないんだけど、まあハイツ持ってきて無数時聞く時に。アイディーンって言ってくる。いいじゃん。切るんだけど、毎曲毎曲ファイディーンつってなんかこう、無筋切るもんだから、もうみんなに向上しまくってて。ああ。っていうので、まあそういう人いたんだよなって。だから彼がそれをすごいハマったっていう。なるほどね。すいません。とても好きな話でした。すいません。本当にありがたいお話を。自分の主観と客観って分けて考えた方がいいと思うよ。そう。しかも俺、そのなんかこれ、面白い話として話してないのに、今日すごい受けてて。ねえ、ほんとすいません。ちょっと、本当に。まあでも、なんか、ビームとかってそういうとこから生まれたり。まあ、そんな気はある。抜きたいよ。そう、でもね、結構ね、その、使いやすい言葉だとは思いますよね、そのファイディーンって。ファイディーンっだから俺、スト6はグラップするときは、ぜひみんな言ってほしいです。そうですよね、グラップするときに、ファイディーンっつってグラップしてほしいです。そう、なんか2V1、めっちゃいいよ、使うときの魔法の言葉みたいな。生インパクト自分から打つときとかも、言ってほしいです。ファイディーンっファイディーン。スト6、ファイティン状況多すぎない？ファイティン状況多いね。あのゲーム。起き上がりバックスとかも多分ファイティンだしね、あれも。全部ファイティンなんだ。投げだけですからね、あれね。大体ファイティンだよ。新しい、あれが、スラングが生まれたかもしれない。ありがとうございます。非常に満足しました。ありがとうございます。